はい、どうも皆さんこんにちは。ゆうと放送局のゆうとでございます。ということでですね、今年2023年、なってしまいましたけど、もうとっくにもう1月もね、もう後半でございますけども、今年1本目の、N ゲージをですね、今回購入させていただきましたので、ご紹介させていただこうかなと思います。実はね、もう去年ほぼ後半 N ゲージ車両変えなかったんですよ。けど今回ね、久しぶりに購入しました。めちゃくちゃ久しぶりです。ということで、何の車両かもうね、まあ、もうサムネとタイトルでももちろん分かってると思うんですけど、はい、今回購入した車両はこちらでございます。ででん、はい、加藤さんの E257 系2000番台踊り子給料セットでございます。もう皆さんね、もう購入されている方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、私これ最初発売したのいつでしたっけ、2021年ぐらいでしたっけ。なんでもう全然新製品ではないんですけども、最初買いたかったんだけど、その時なんかねお金なくて買えなかったんで、いつか買いますみたいなこと言ったかん言ったぐいまあちょっと今回ね、なんで急に買ったかと言いますとですね、まあ実は先日ですね、まあ湯河原とか熱海の方にちょっと行く用事がございまして、でその時にですね、熱海駅とこ近くでですね、実車を見たんですね。まあすでにもうね、実車は何回も見てる、まあ乗ったことはないんですけど、何回かもう見てるんですけど、まあこの間ちゃんとね間近ですごいいいところから、ちょっと見ることができて、まあそれでね、いやかっこいいなと思って、まあちょっとそれを見て以来ですね、欲しくなってしまって買いました。はい。でこの車両はですね、私が今回購入したのはこれ給料セットって書いてある給料の方なんですけど、これはですね2000番台といって、もともとこれあずさ海事で使っていた車両になります。でもう一つこれ5両編成って方があるんですけど、その5両はね2500番台っていうんですけど、それはもともと若潮さざ波房総の方走ってるやつですね、そっちで使ってたやつの踊り子なんですね。なんですが今回は2000番台の方を購入しました。はい。でこちらのですね、お値段がメーカー価格 28,600 円になります。今年2023年1本目の、車両ということで、今年は本当あんまり買えないと思うんで、あんまり開封動画もね出せないと思うんですけど、まあ、貴重な1編成ということで、早速中身見てみたいと思います。どうぞ。はい、ということで早速、開けていきたいと思います。なんかまた撮影場所いつもと違いますけどね。はい、まあいいです、とりあえず開けていきたいと思います。パッケージはいつも通りブックケース型の、やつになります。はい、よいしょ。じゃあ、あー、それではオープン。おー、あ、いいな、久しぶりだ。久しぶりにね鉄道模型を購入したので、ワクワクがすごいです。まあこんな感じですね。でまず見えてきました説明書、こんな感じ。この説明書のこの写真もかっこいい、いいアングルです。なかなかうまく撮れてます。そして、行き先シール入ってます。ちょっと見てみましょう。こんな感じです。側面表示踊り子、あ、いっぱいありますね。池袋行き、あ、池袋行きもあるんだ。全然詳しくなくてすいませんね。伊豆急下田行き、まあ、東京行きはおなじみなのかな。はい、こんな感じです。ちょっとちっちゃくて見えませんけどね。あ、湘南、これ新しいやつですね、湘南って。へえ。はい、こんな感じで結構バリエーションがあります。そしてなんか面白いこのプチプチ、いつもなんかこの細いやつが入ってんだけど、そっか給料だからここまであるからプチプチがでかい。おお、綺麗、めっちゃ綺麗、わかります？これめっちゃかっこいい、キラキラして。これね、まあ、あのサフィール踊り子のこの色とはまた違うんですよね。これがまたいいんですよ。結構サフィールよりも明るめな感じですよね。じゃあ先頭車両から見ていきたいと思います。こちらが先頭車両になります。このデザインほんとかっこいい。まあ、最初はね、もともとカイジとかだった車両、あのイメージが強かったんで、どう踊り子になって出てくるのかなと思ったら、こんな感じになったんですね。はい、側面のこの
A257 のロゴがかっこいいんですよね。はい、そしてお顔がこちらです。あーいいね。まあまず踊り子のヘッドマークっていうのかながあって、これライトも実はね、この元々の A257 だけどちょっと変わってるんですよね。上のところがね変わりました。なんかうまく説明できないけど、はい、でスカートもちょっとデザインがね変わってるんですよね。はい、でこれは、あ、これはあれですね、台車はワンタッチタイプ、ワンタッチで外せるではなくてネジで止めてある感じですね。はい、これは前のあれですね、257と同じ感じですね。よし、給料あるのでね、ちゃっちゃか見ていきたいと思います。はい、中間車見ていきましょう。こんな感じです。はい、かっこいいっすよね。屋根がすっきりしてていいですね。あ、これは自分で後でつける感じですかね。はい、続いて3号車見ていきたいと思います。はい、3号車はですねパンタがついておりますね。よいしょ。こんな感じで、まあ257ってねこんな感じでなんか黄色くなってるんですけど、これこの間見た時ここまで黄色じゃなかったような気がするんですよね。気のせいかな。そして、4号車になります。はい、4号車はですねこれグリーン車になっていてかっこいいですよ。はい、扉がねこの真ん中にあります。グリーン車のマークもあります。いいですね。まあ何回か実車を見てはいるんですけど、当然乗ったことはないのでちょっとこれを機に乗りたかったりするんですけど、でいつもこういうセリフを言って結局乗らないということでございます。すいません、あとねここら辺は同じような感じの今紹介したような感じなので、ちょっと飛ばさせていただきます。でこれ横にこう、まあ、横にねこんな感じで入ってますが、これが7号車ですね。7号車これはですね、模型だと動力車両モーター車になっております。少しずっしりと重みがあります。はい、こんな感じですね。はい、これもここに自分だとで取り付けるなんか穴がありますよね。はい、台車はこんな感じになっております。そしてすいません、ラストですが9号車になります。はい、まあ一応これ先頭車両っていうのかなになってるんですが、さっきとねお顔が違います。はい、これ連結する方の顔でございます。2500番台と連結するので貫通扉が真ん中についていますね。ホロも出ております。この顔いいんですよね。私どっちかというとこっちの顔が好きなんですよ。わかりますかね、なんか。おー、すごいこの光の感じでね、この色合いがちょっとこう変化する感じがいいですよね。もう語彙力なくてすいません、伝われば大丈夫なんですけど、こんな感じです。はい、はい、1号車とお顔の比較するとこんな感じです。結構ね印象違いますよね。はい、そして続いて付属品のご紹介です。ちょっと開けてみますね。はい、付属品はまずこんな感じでランナーになってますけども、これはアンテナ類のパーツになります。これちょっと動画カットしちゃいますけども、後で取り付けようかなと思ってます。そして、ヘッドマークが入っています。まあ、こんな感じでね、多分こっちが中間戦闘車用なのかな、2つありますけども、一応こんな感じで英語で踊り子、漢字で特急湘南、英語で湘南、この3種類が入っておりますね。はい、それではね毎度おなじみのこれ電電パーツ、地獄の電電パーツを今回も取り付けていきたいと思います。まあ、ただ今回はねこっちの中間線と車連結する方のお顔
だけなので、そんなにハードルは高くないんじゃないかなと思いますが、ちょっとピントがちょっとうまく仕事をしてくれておりませんが、取り付けさせていただきます。とはいえ電連パーツ今もう当たり前になってますからね、そんなに焦る必要はないと思うんですけど、早速つけていきたいと思います。うわこれ今回もやりにくい。うわこれなんかコツないの？スカートが邪魔しちゃうんすよね。なかなかこれ下手なんですよ私。手先や生きような方かと思ったら大間違いでね。しかも1個しかないから壊したらあかん。あーえっ、あー折れた。溶けんなよ、溶けんな。買いに来たよ、壊れちゃったから。わざわざ撮影した後、まだ途中だけど、本当に壊して今もう今日中にあれを撮影したいと思って、慌てて今からタムタムに行ってきます。時間返してくれ、時間と金を返してくれ。ありがとう。買いました、売っててよかった。じゃあこれから帰ります。まあ感謝です、会ったことに。はい、ということでまさかのハプニングということで、今買ってきて無事に今、取り付けることができました。これで3時間もロスるとは。しかもこれ買うよりも交通費の方がかかるっていうね。まあね、そもそも僕のスキルの問題でもあると思うんで、もっと上手くならなきゃいけないなと思いました。はい、じゃあ続いてはですね、動力のチェックしていきたいと思います。はい、うん、そうですね、非常にスローから安定して走りますね。で、若干動きが変かもしれないですけど、レールがね、最近ちょっとちゃんと掃除してなかったんで、今一応やったんですけど、多分これは車両側というよりかはね、レールがちょっとまだ汚れが残ってるからなのかもしれないですけど、あ、それでも大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ続いてはライトの確認をしていきたいと思います。ヘッドライトからいきましょう。はい、ヘッドライトこんな感じです。結構ね明るいですね。この、上の部分とヘッドマークの隣、こんな感じで結構たくさん光ります。踊り子のヘッドマークも非常に明るくて見やすいでございますね。じゃあ続いてテール見ていきましょう。おお、テールはですねこんな感じで結構内側がね光るようになってます。これってあれですよね、カイジで使ってた時はテールの位置違いましたよね。確かなんかヘッドマークの隣のすぐ隣のとこが光ったような気がするんですけどね。こっちの顔に関しても確か全然テールの位置昔は違ったと思うんですけど、今はこんな感じなんですね。
はい、ということで本日は、今年1本目の車両ということで加藤の E257系2000番台、踊り子をですね開封というか紹介させていただきました。めちゃめちゃかっこいいですね。はい、ということでね、またレイアウト走行動画出していこうと思いますので、また楽しみに待っていてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。さよなら。レイアウトが壊れてる。